こんにちは。こんにちは。えー、二千二十年の五月、五、えー、月生の国家資格キャリアコンサルタント養成講座で、えー、ご一緒させていただきました。えー、私があの先生で <laughs> やってました。あのイカと申します。よろしくお願いします。<laughs> よろしくお願いいたします。えっと大畑さん、あの少し自己紹介をお願いします。はい、はい。えー、っとですね、私はあのもと弁護士をしておりまして、で。えー コロナがですね、そろそろ患者が出始めたっていうタイミングでですね、あこれはなんかちょっと時間ができるなということでですね、えー、これまで関心があったけど手がつけられなかった勉強してみようということであのキャリコンの養成講講座をすするようになったんですねで。そして、えー、新橋の学校で、えー、出てきてくださったのは碇先生と本当になんかですねり先生初めてお目にかかった時には何、はい、て言うんですかこう、 心臓をこうドキュンと犬かえるみたいなですね。<laughs> そんな衝撃を今でも覚えてますね。えー、その。まあ、先生のそのなんて言いましょうか。溢れるこうエネルギーみたいなものっていうのかな。それと、あとはやっぱりこう。すごい。理論と実践。はい、この融合っていうのがですね。はい、なんかですね。刺さったんですね。はい、あの先生がよくおっしゃる。 怒りロックオンですけども、はい、私もですね、<laughs> いきなりちょっとロックオンされちゃった感じがありました。<laughs> ありがとうございます。なんかあのお褒めの言葉をいただきましてものすごくあの嬉しいです。いや私も最初に、はい、あのその話をいただいた時に、えーえー、どうどうなることなのかなっていうのがね、本当にあのまずあのあったんです。はい、であのでもそれがですね、大和田さんがいらして。はい あの全て消えちゃいましたそういうことが。<laughs> であの私はですね大、えー、小たさんにお目にかかって、えー、あのものすごくこう志があのものすごいあの高くて本当にあの素晴らしいなっていうもう本当一言で,、えー、で私自身もそのお話を頂い,いてから、えー、最初の授業まで本当にお会いしたかったんです。はあ、ではい あの私自身も、まあ、キャリアコンサルタントになって、ええ、でまだまだあの未熟なところもあるしあの本当に受講生の方から毎回いろんなことを教えてもらって、ええ、いろんなことを学ばせていただいてたのであのぜひもう本当にこのチャンスって <laughs> えないなと思って。 本当に楽しみにしてたんですね。そうでしたか。はい、今私はあの全盲って言って全く目が見えないという障害を持ってるんですけども、<laughs> はい、もちろんそういう学生を教えた経験ってなかったですよね。全くないです。<laughs> そうですよね。全くないですね。不安ってありませんでした？あの実はですね、ええ、あの最初にそのお話をいただいたときに、え,え、え私で、ね、あの大丈夫かなっていう、ええ、まずはそのうあの。 不安はあったんですが、<ん>あの私はですね。前職があのまあ、航空会社に勤めてまして。<ん>まあお客様の中にもたくさんいろんな方がいらっしゃるので、まあ、あのある意味、ちょっと慣れてたっていうことはあの確かにあったんですね。で、私はあの自分のこう信念としてあんまりそういうことって。はい あのんて言うんですか、ね、全然その男性でも女性でも、ええ、子どもでもお,あのお年を召した方でも、ええ、で健常者の方でも何でもかんでも,もう全部一緒、はい、っていうふうにあのすごくこう自分の中ではそういうあのく,く,りくくりは全くなく、うんうん、バイアスとか全くなく、うん、あの全然その人を見ていこうっていうふうに、うん、あの思って。 たたたのででで楽しみししみかかなかったですねね不安はありませんでした、ね、うでもうなんか歩くダイバーシティみたいな,なです、ね、そうですね本当にどんな方でもっやっぱりこういい方はいいし、うん、あれって思う方はあれって思うし <laughs> あのそれはもう本当にあのどんな人でもそれで日本人じゃなくてもどこに住んでてもどんな人でもあの私が思うのはその人。 ととと向き合うっていうういいこと<ー>これをあの自分の中の中信念とはしていますそうですそ、はい、でかだからといってなんかほっとくっていうことはなくって例えば私であれば、はい、黒板に書いた文字とかを必ず声で読んでくださったりとか、はい、あとはグループワークのやり方とかも、はい、私がこう本を見なくてもできるように、うん、こう耳で聞いてできるようなワークにしてくださったりとか。はい 随所にですね、そういうこう細やかな <laughs> お心遣いがありまして、<laughs> はい、いや何というか素晴らしいと思いました。あの私があの私がこう気にしてたというか、えー、まあしてたのは、まあ大和さん自身も、えー、他の受講生の方に、えーえー、こう迷惑はかかるんじゃないかって思う気持ちと、あ,あ,あとはかあの他の受講生の方たちも、はいえー、何か。 違うのかなって思うのが、うん、あのそれを絶対避けたいっていうふうには思ってました。うん、だから、うん、あのどんな方が来ても一つのグル一つのクラスで、ええ、でみんな同じように平等に公正にえきちんとやっていくっていうのが私の使命だと思ってましたので、うん、あのできる限り、えー、違和感なく、うんえー、進めていったことは、うん、あの。 自分の中ではあのそれをやっていこうっていうふうにはあの思ってましたね。感じましたそれを。はい。だからはっきり言うと大久保さんにもものすごい当てましたし。ですね。容赦なかった。容赦なかった。容赦なく当てましたし。はい。まあそれは他のえ方たちにもそうですし、あと新橋の受講生だけではなくて、はい。えどの人でももうどんどん当てていってあのもう考えてください。 もう何でもいいから答えてくださいっていうようにそういうスタンスですのでアクティブラーニングのスタンスですのでもうそれは大琴さんだけじゃなく、うん、他の方とも同じようにさせていただいたただつもりです、うん、なるほど、ね、はいいやそれが私にとってはとても、ね、こう居心地がいいというかですね。うん 変に気を使うこともなく、はい、で置いてかれているということもなくですね。はいはい、ちょうどいい塩梅でありがたかったです。<laughs> あのやっぱりこう方向性がみんな同じ、えー、向いてるこの資格試験の資格講座は、うん、みんな同じ方向を向いてるので、はい、あの私もあの受講生と一緒に同じ方向を向いて、はい、同じ方向を向いてる人たちのにはもう全然その違和感はなく。 そこはもう一緒にもう走り切ろうっていうのはもう最初から思ってましたので<ー>あの本当にうーんあんまり区別とか、えー、そういうもしかしたら大吾田さんが思われてるご心配とか、えー、一切なく、はい、あの私は普通通りに <laughs>、ね、<laughs> あのさせていただいたことは確かにあります <laughs> なんかこう多分初回だと思うんですけども、はい、その私と先生と会ってですね、はい よくいらっしゃいましたって、本当になんか、にっこりしてくださったんですよね。はい,はい、いや、これはやっぱ、なんか、こう、すごいホスピタリティだなと思って。はい、あれで、なんか、一気に、こう、ファンになったようなところがあります。あ、りがとうございます。で、まあ、学んだんですよ、ね。やっぱり、こう。はい、誰か、不安な気持ちで来た時には、はい、私も、よくいらっしゃいましたって言って、こうね、うん、笑顔で迎えてあげる。それによって。 相手も心を開いてくれるんだなっていうことをね、なんかそこからも勉強させていた,だいたような気がします。はい、あのキャリコンの中に、まあ最初に来たときに、えー、まあクライアントが二つの不安があると、うんうん、で自分の抱えてる不安と、はい、あとはえこの人ちゃんと話を聞いてくれるっていう不安と、はい、この二つって本当に大切なこうどうにか。 こうそれを払拭していかなきゃいけないっていうのがやっぱりキャリコンでもあり、はい、そして私が前に前職でやっていた航空会社での仕事でもそうでしただから最初のやっぱりこう一期一会ではなあのまあ,あの大越さんとは一期一会ではなかったんですけれども最初にお,あのはこうお目にかかる方には、はい、いや確実にやっぱり最初の印象っていうのがものすごく大切なので、はい、あのそこは あとは、大吾田さんにもうなんかそういう,こう不安な気持ちをさせ、はい、持たせたくなかったとっいうのがあのものすごくありますしそれはもちろん大吾田さんだけではなくてあの他の,あの受講生の方今までの受講生の方もやっぱり最初にこういらした時にはもしかしかて言葉には出るか出ないか分かりませんけれどもあのウェルカムというあの感じですね。そして私と うん、出会ってくださいましたありがとうっていう、うんうん、なんかここが、うん、あの私のな成長をさせていただけてるのかなっていうのはありますね。んで楽しいですやっぱり人とと会う分かりますなんかコロナ禍でこういうふうに直接誰かと会う瞬間ってそんなに多くなくなっちゃいましたよね。はい、<laughs> それがなんか なんだろうな、僕のエネルギーが下がってる原因だなと思いますね。やっぱり、はい、誰かと直接こう会って、はい、ようこそ、えー、会えて嬉しいですよっていう瞬間がすごく。はい やっぱ僕にとっの大切なんだなって、最近思いますね。<laughs> ええ、大津さん、今バンデール上がってますか。あ,あ、バンデールがね。<laughs> 上がってきました。上が,したね、上がってきましたか。<laughs> ね、自己効力感。<laughs> 自己効力感が。はい。はい、あの、先ほどね、あの、少しお話を、あの、伺って、外で伺ってた時に。はい、あの、理論がね、ものすごく難しかったって。<laughs> ね、あの、おっしゃってましたけれども。うねはい、ど,どうでしたか、理論、あの、キャリア理論を学ばれて。えー、うーん。 最初のうちはもうちんぷんかんぷんだったんですけども、はいはい、やっぱりこう試験前に一回ざーっとある程度一回勉強した頭で見直してみるとなんかつながりが少しずつ見えてくるところがあったんですよね。はいはい、でそれが分かってからというものをなんだかこう自分の中に一本こう思考の筋道ができたような気がするのでやっぱり大切なんだなと思いますね。こううん、自分がちゃんとぶれずにに相手に向き合って で、はい、大切なことを聞くためには理論が必要なんだなっていうのを今ではよくわかるんですけど、<laughs> 勉強するときはもうチンプンカンプンそうですね。あのカタカナの、はい、名前がたくさん、ね、出てきますのでね。はい。でも私も最初にキャリコンの勉強したときに。はい。 あのやはりおの同じ考えで、うん、キャリア理論のやっぱり人がが覚えるのがすごい大変でしたでも実際にずっとこう教えたりとか、はい、こう勉強をしていく中でこのキャリア理論ってなんか自分の人生に置き換えていろいろ考える、はいうん っていうようなことをしていくと、はい、あのものすごく意味があって意義があるって言うのがものすごく感じるんですね。例えばシュロスバーグだったら、はい、天気の連続。人生は天気の連続。はい、ああ、自分もそうだったなあって思ったりとか。はい、あと、あのクルンボルツとかも、はい、あの計画された。偶発性って言って5つのスキルがあると、はい、うんってくるんだよ。っていうあ、そう言われてみるとそうかなってね,ね。大口さんも多分あの？ 例えば弁護士になられた時もやっぱりきょうあの興味関心、はい、好奇心があってそしてお勉強もずっとな,なさって持続してで柔軟性、うん、自分もできるんだっていう柔軟性もあってそして楽観性冒険心とね、はい、この5つがこうあったからこそもしかしてあのそういうふうにこう流れていった可能性だってありますよね。 私もやってみたら、なんかすごく当てはまる部分がありました。はい、例えば、なんかバンデューラってさっき言いましたけど。はい、バンデューラを上げるためには、モデリングが必要。ってありましたよね。で、私も全盲になってしまって、うん、で、これから一体何ができるんだろうって思った時に。うん、やっぱり目が見えなくて、弁護士になった人の本を読んだんですね。はい、で、それによって。 あれ目が見えなくても弁護士っていう、うん、まあ社会的にも責任のある仕事に就くことができるんだなって分かってあ自分にもいろんな可能性が残ってるんだっていうことに気づくことができたりして、うん、あこれモデ,モデリングだったんだなとかね感じますしあとはハンセン、はい、4つの L の組み合わせが人生を豊かにするっていう、ねはい、学びのラーニングとレジャーと。 あとレイバーとラブ、はいはい、いや本当にそうだなと思ってですね最近ちょっと家族のラブが下がってんじゃないかなとか思ったり <laughs> そこはちょっと下げちゃダメですよね <laughs> ゃそこは一番下げちゃいけないところだと思います なんかね、やっぱりだから、学んだことを自分の身に当てはめるって、よくわかります。ね、そうですよね。あの関西の、あの教室に行くとですね。あの四つの中で、一番こう強いものって何ですかって聞いたら、ラブジャウノンって言われますよ。それがね、西と東の違いかもしれません。あの、東は結構なんかこう学習だったり、よくあるんですけど。もう、あの関西はラブジャウノンってね、言われます。 先生は何ですかちないやもうラブです。ラブですよもちろんラブです。<ー>だから受講生いい、ね、一人一人にラブ。素晴らしいですね、はい。もうハートをもうみんなあの。 うん、与えてます。というか、あの頑張ってこう出すようにはしてます。なるほどね。納得です。やっぱり何か教えたりとか。まあお話を聞くときもそうですけれども、やっぱりその人に好意的関心がなければなかなか入ってこないんですよね。本当にそうですね。はいで、あの自分もやっぱりある程度開示をしていくうん。自己開示をしていって。そしてあの。 相手の人にやっぱり安心感を与えるってすごい大切ですよね。うん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 、本当そうです。ね、本当にあのこのキャリコンの勉強って、はい、あのここあの、えー、大久保さんの私に聞きたいところでももしかしてあるかもしれないんですけど、どのように活かせばよいかっていうふうに資格を取って、あの私はもう本当にこう日常生活の中で、はい、うん人の話って。 やっぱりきちんと聞くことの姿勢だったりとか、うんはい、でその人が意図,をすることって意図することって何だろうって思ったりとか、はい、あとは例えば声のトーンだったりとか一つの言葉を言うにもいろんな言い方があってそれを感じ取る。はいはい うんなんんかか力っていうんですかねやっぱり感性だったりとかあと論理的思考だったりとかあと表現力だから一つの言葉でもいろんな言い方があるのでその表現力をやっぱりこう身につけられる、まあ、資格勉強なのかなっていうのはものすごく感じていてで実際のもちろん仕事もそうですけれどもやっぱりこう。 日常生活の中では、はい、あのものすごくまあ有効に使えてるなあとは思ってますけど、はあ、おこたさんどうですか？そうですね。私もその相手の気持ちとかね情報を感じる力とそれを自分が思っていることを表現する力、それはこの勉強を通じてすごくこう鍛えられたという気がします。はい、あとはまあ私の仕事と絡めると、はい、なんかですね。 相談に乗れる窓口がががすごく広がった感じがしますね。あ,<ー>あのこれまでまあ弁護士ということで、はい、いろんな法律相談を受けることはあったんですが、はい、まあこんなことは弁護士に相談しちゃまずいかなとか、うん、こんなことは法律相談の枠では扱われないだろうなって多分思ってた領域がだいぶあったと思うんですよね、はい、それを最近ですね。<laughs> あのご縁のある会社に行って、はい、今度キャリコン取ったので、はい、もう何でも話聞けるようになりましたって言ってですね言ったところ来来るは来るわで, <laughs> です,すごいいろんな相談を受からもともと僕は誰かのこう話を聞くのがとても好きなので、はい、そんな私にとってはこのキャリコンを取ったということで自分の間口をぐっと広げることができてたくさんの人と会える接点が 広ががっったたような気がしていますねあすね良かで私もですねあのずっと接客業もしてたんですけれども人の悩みだったりとか、はい、あのものすごい「あこれって人に言ったらちょっとこうどう,いうふうに思われるんだろう」って思,う思,われ思ってることも話してくれるような、えー、あのやっぱりこうキャリコンにはな,ってなりたいなっていうのは常々思ってますし、えー、あとは「 何かを伝えたりとか何かを話を聞くだけではなくてやっぱりハートの触れ合いだったりとか、えー、何かこう信頼感本当にこうラポールの形成だったりとか、はい、そういうことってこれから特にデジタル化になっていく上でそこの部分って大切なのかなっていうのはものすごいあのう感じてますよね。先生はこう 例えば Zoom とかオンラインになっても心の触れ合いいが可能だと思ますか私はね実際に Zoom でいろいろ教えたりとかあとはロールプレイングをやったりとかっていうのはあるんですけど私はものすごい生と同じようにものすごいパワーで。 話をするようにはしてますし、ええ、あの画面ということを忘れてしまいます。うんはい、うん。そうするとあの反対にあのこれ画面の向こう側の方がびっくりしちゃうっていうのがね <laughs>。ここまでみたいな。<laughs> なるほどね。<laughs> あるんです画面から出てきちゃうんじゃないかみたいな、ね。そう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 。うーもう 3D もう出てきちゃって、もうその場で言ってるような。でも私もなんかそういうあの感覚であのさせてはいただいてます。 なるほどね。はい、そっか、逆に言うと、そのぐらいの感覚でやれば。はい、画面があっても、邪魔にはならないですか。か全然です。そうなんです、ねあの。顔も、顔も、あの、み、見えてますし、あと声も聞こえているので。あの、それは、あの、もう、これからのずじゃいい。もう、生だけで、はい、生っていうか、対面だけで、何かをしていくっていう時代は、もう、終わると思うので。そうですね。はい。だから、もう、デジタル化になって、うん、画面の向こうで。うん 何かを喋ってっていうこともどんどん増えてくるので、そこに時短だを踏んでてはいけないと思うんです。ええ、だからもうどんどんもし画面だったら画面でも伝えれるじゃないってういうことは、あの私自身のも,もうこの一年でだいぶ変わりましたので、はい、なるほどね。あのどんどんもう自分も進化していかないとダメです。はい、<laughs> そうですよね。おっしゃる通りですね。<laughs> そうです。あの社員がね、うん、あの。 キャリアサバイバル、はい、覚えてますか、はい、覚えてますか <laughs> キャリアサバイバイル、まあ、いろんなこと言ってるんですけど、はい、その中で、まあ、この世の中変遷していきますと、はい、で変遷していく中で自分の役割も変わっていく、うん、そこをきちんと分かって、うん、えそしてそこに乗っかってい,くあのい,くいかないとサバイブできませんよと書いてあるわけですよね。だからそれをやっっぱりいいつもいつも思って、はい、もも思て 過去のことは、うん、もちろん過去のことも大切ですけど、はい、でも過去にとらわれるっていうことはやっぱり置いてきぼりになるのでやっぱりどんどん新しいことがあったらそれをやっちゃおうっていう,、うん、もうやっちゃえって感じなんかそんな感じでどんどん挑戦していくっていう自分も自分で好きなんです。うんうんうん いいいででですすね <laughs> おさんもでもそうじゃないですか <laughs> 私もそうですね本当は多分そんなところがあったんですけど <laughs>、はい、なんかね弁護士になってある程度こう達成しちゃった部分があって、はい、最近新しいことにチャレンジしてなかったんですね、うん、ところがまあコロナ禍になってなんか時間もできたということもあるのでキャリコンにまあ今回チャレンジしてみて、はい、やっぱり新しいことを学ぶってすごく自分に刺激になるし。 なんかこう自分が今まで分かった気になっていたことが実は全然分かってなかったんだなっていうかうん、うん、まだまだたくさん学ぶことがあるんだなっていうことを再確認するいいきっかけになったような気がします、はい、でも私も大吾田さんとお会いして、はい、こう自分の甘いところを <laughs> あの自分でムチを打つように。<laughs> <laughs> 本当ですか。本当です。本当です。<laughs> えー、あの私ね、あのマクレランドっていう方がいて、はい、まあその方がまあ欲求欲求説を言ってるんですけど、うん、あのまあ有名なのは三つなんですけど、その最後に、はい、まあ最後というか、まあ、他のところでまあ回避の欲求ってあると、いうのをあの言ってるんですね。えー、で、えー、あの人間っていうのはそこからなんか嫌なことがあったりとか、えー、あとはそのリスクがあることに対して回避をしたい回避の うん、もう逃げたいっていうはいあの欲求があるっていうところに、はい、今最近ちょっと甘んじてます <laughs> 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 甘んじてるところもあったりとか、ええ、で私あの自分の,あのこう本とかでも書いたんですけど、はい、あのなんかこう自分がやり始めた時にあの自分の中で自分に合ってるものをやっぱりやっていきたいっていうのがものすごくあっていて、ええええ、あって。であの 私たくさんいろいろ資格を持ってるんですけど <laughs>、はい、でもその資格、まあ、人から見たらねあの資格マニアなのって言われたこともあの実際にあるんですけど、えー、そうではなくってやっぱり自分の何か関心だったりとか、はい、あとはあの自分ができることの,あの先ほど大御さんもおっしゃっていましたけれどもあの前のねあの収録でおっしゃってましたけど、はい、付加価値をつけていくため。はい そのためにやっぱり自分を磨いていくためにやっぱりやってるものがほとんどでだから別に難しい資格だけではなくて趣味の資格だったりとかあとはお酒が好きだから聞き酒師だったりとかなんかそういうふうにこう楽しみながらまあやってあのいければいいのかなっていうのがあってあと自分のこうなんていうんですかねあんまり合ってないものは。 やめる勇気も必要なんだなっていうのが最近ちょっとあるんです <laughs> なるほどね、はい、そうかそうかなんかあれですよねそのいろいろな資格とか関心を でできるるのがキャリコンといいうう感じもあありまませんかそそすすね,あのね<ー>それはあると思いますだからいろんなね受講生の方も、えーまあ、いろいろなあの資格をお持ちになられてる方もいらっしゃいますし、えー、あとはもちろん趣味だったりとか、えー、あのそういう方もいらっしゃるんですけど、はい、あの何でもこう付加価値としてのっけられるかなっていう,うやっぱり人間関係がね人間関係っていうんですかラポールが大切なので。ははい まあそこの部分はそうかなとは思いますし、うん、あの私が、まあ、小言さんも多分そうだと思うんですけど、はい、今までこう生きてきたこう人生のまあ経験に少しずつやっぱりこう深みだったりとか重さをこう乗っけていくのが資格なのかなって思ってますし、はい、あと資格を取ったからっていって寂びさせてはいけない。 <laughs> 本当ですよね <laughs>、はい、確かに、はい、何かしら生かしていけるいけないよねっていうふうに思っちゃえばそれで終わっちゃうんですけど生、ええ、かそうって確かに。うん あの思っていくことがあのすごい大切なのかなとは思いますけど。あ,あ、それは本当によくわかります。私もそのキャリコンに合格して、はい、あの合格したばっかりってぶっちゃけ何にもできないじゃないですか。<laughs> 知識は多少あるけれども、はいはい、にもかかわらずもう大胆にもキャリコン取ったんでなんか相談あったら何でも来てくださいみたいなこと言い, <laughs> 言いまくってるわけです。今まさに。でも本当それによって。 自分自身も少しずつこうキャリコンっていうものの面白さとか大変さが分かってきてるしそうです、ね、何かこうね、うん、資格を生かすって最初はちょっと勇気がいるけどそういうこともあっていいんじゃないかなと思っています。そうですねあの、うん、私8年前ですかね内川<っ>です9年8年ぐらい前ですかねあの会社を前の会社を辞めた時にえっ,えっと まずある方にですね友達に言われたことがあって、ええ、で私あの秘書検定とかサービス接遇検定とかっていうのをあの2級とか順位1級止まりだったんですね、ええ、その時に、ええ。である友達がですね全部1級で揃えたらあの誰も何も言わないよって言われたことがあって <laughs> であの例えばその9も、ええ。 いろいろ旧があって最初から産休とか何でもいいんですけど、まあ、そこから始めていって全然構わないんですけど、ええ、でも何かこうやりきるっていうのもちょっと大切なことなのかなって思っていて例えば秘書検定だったりサービス接遇検定とかもいまだにあのもうだいぶ前に取ったんですけどいまだにこう教える機会もあったりとか。ええええ だから錆びずにいられるっていうのがあってやっぱりこうインプットしたものをうん、うん、やっぱり何かしらやっぱりアウトプットできるような機会を自分で作っていくっていうのがすごい大切なのかなと思います、はい、本当にそう思いますね、うん、特にこうキャリコンっていう何にでも使える資格で、はい、こう自分なりにアレンジしていかないと、はい、結局何にもなんない いう危険性もありますよね。そうですね。それはあるかもしれないですね。でも、それぞれ皆さん、はい、あの大型さん以外の方でも、はい、いろんなあのこう。スキルをお持ちで、えー、いろ。自分がもしかして何もできないって言ってる人も必ず。それをただ。うん 過去を忘れてるだけで思い起こしてないだけで生きてるということは何かしらできることがその人の使命としてあるので、えー、やっぱりそこってやっぱり自分でこう掘り起こしてぜひ、はい、そこに乗っけていくのがいいのかなと思思いいますよね本当にそう思います、ね、私も、うん、キャリコの勉強する中で自分のこれまでの生き方をこれほど真剣に見直した瞬間でなかったなと思うんですよね。うん やっぱり棚卸しですかねこれまでの経験だとか、はい、それは、まあ、うまくできたこともできなかったことも含めてですけども振り返ってみることによってあこういう経験があるから今僕はこういうふうに感じてるんだとかなんかこうあの時に助けてもらったから今自分は助けたいと思ってるんだとかっていうのをです、ねうん、再認識することができて、うん、なんかこの勉強したっていうことは資格が取れたっていうこともそうだけども。 これまでのこう今四十三歳なんですが、四十三年の人生をなんか総括する機会になったなっていう気がしています。うん、大久保さんの幸せの定義って何ですか？難しいですよね。<laughs> 幸せの定義ですか。そうですよね。うん。やっぱりこう自分ができると思えることをまあやってること、自分ができるまあこれを知ってることですよね。 自分はこれができるよ、はい、で、それを今まさにやれてるなと思うとすすごく達成感感とか幸せを感じます例えば、まあ、法律の知識があるからある程度法律のこう相談に乗れるっていう,うできるってことを今できているあそうするとなんかやれたって感じになるし、はい、ギターが好きなのであ,あ,そうであのギター弾けるっていうので <laughs> 弾いて、はい、それをこう誰かに聴いてもらったらいいねとか言ってもらえると、うん、あい,い なんかやったぞみたいな感じになるから <laughs> なかなかかできるっていうのと何 <laughs>、はい、だろうそれをやったっていうことが一致するとすごく幸せですね僕は。 そうですか私ねもう本当にあんまり年は言いたくないんですけどね50過ぎてからねすごい思うことがあって私40の後半で会社を辞めて新しく自分で仕事をこのキャリコンもそうですけどやり始めたんですねでその時はやりたいことがすごいたくさんあったりとかやりたいこと専攻だったんですでも50過ぎてからやりたいことももちろんあるんですけど あの三つの輪ってあって、っやりたいこと、え、うん、そしてできること、はい、そして社会のニーズってあるんです。はい、で私はあのずっとやりたいことを最初の3年ぐらいを模索していて、はい、でやりたいことがうまくできない。だからキャリコンを取ってもキャリコンをする場が最初は。 なかったりとか、うん、まあいろいろあったわけです。うん、人に認められ認められるというか、そういうところがちょっとなかったっていうのがあって、はい、まあ寝れない三年ぐらいがあったわけですね。うん、でその後にまあ少しずつ考えが変わっていって で、まずは今、あの学生さんのキャリコンをする機会が多いんですけど、特にですね、やりたいことがないっていう方がたくさんいらっしゃるんですよ。でも私はね、あの、いつもその時に言うことって、やりたいことから考えていったら、それは出ないよねって話です。なぜならば、未来がわかんないからです。でも、できることから考えていくって、すごい大切ですよねって話をあの、するんです。これは自分にも言い聞かせてるんです。だから、自分ができることを。 ずっとこうやっていったりとか行くと、そこから余裕が出るので、次に何かしたいというやりたいことが出てくるんです。はい、だからそうやって自分を自分のえ仕事だったりとか人生に結びつけばいいのかなって思っていて、そしてその横に社会のニーズってあって、はい、で、あの人が自分に対してどういう期待をしているか、はい、ここを知ることで自分の 行動がが変わっっててくるっていうのだからこう人のための貢献っていうところがすごく大きくなってあの自分ができることから私にできることをどなたかが仕事をくれるわけなのでそこをやっぱり死ぬ気でやる一生懸命やる人の期待っていうものをちゃんと 達成するっていうんですかね。うんうん、そこにやっぱりこう幸せだったりとか、はい、こうやりがいだったりとか、そういうのを感じるようにはなりましたね。だからやりたいことを追求するよりもできることと人からの期待。でもこの人からの期待とやりたいことを追求すれば、はい、おのずと。 あ、ごめんなさい。えっ、ー、と、人からの人からの期待とできることをやうん、うん、一生懸命やると、おの、はい、ずとやりたいことにつながっていくっていう。うなんかこのうん、うん、なんかこう感覚が最近ちょっと出てきたんですね。うんうんはあ、そうなんですね。んなんかまずは夢を持つこととかって言っちゃいそうですけども、うんうん、今自分には何ができるかっていうことを考えるって。 割とこうハードル低い気がしますよね。大畑さんの夢って何ですか？えー、僕の夢ですか？<laughs> そうですね。まあ、やっぱり今あの事務所を経営してますので、はい、この事務所でまあ、よりたくさんの人の悩みを聞くことがですね。私のできることであり、やりたいことなんですよね。うん、実はでそうだな。できることだったらば、もうちょっと事務所の。 人数を拡大してですね、はい、で私のこう持ってる価値をより広くの方にですね、はい、多くの方に届けることができたらいいなあという野望がありますねああそうですすごい、はい、あの野望ではなくて多分 <laughs> あの達成されれる夢だと思いますけれどもうん <laughs> そうありたいなと思いますけどね多分この収録を聞いてくださる方見てくださる方ってこれからキャリコンをやろうかどうかっていう迷ってる方が多く見られるようなんですけども。はいはい そうですねキャリコンはもうクライアントとともに成長していく仕事なので、はい、まあそこはあのものすごく十分、うん、満足は皆さんしていただけるのかなとはあの思いますけど。うんうん 1>, あの1年にです、ね、1人か2人ご相談があるんですね、はい、あの受講生の方から。ええ、で例えばクライアントがこう入ってきたときにク、まあ、ライアントじゃなくても人がこう入ってきた、はい、あの自分にこう接するときに、はい、あこの人好きこの人嫌いってこの人ちょっと苦手かもって思うことがあるんですとでもキャリコンってそうじゃそれはだめですよねどうしたらいいんですかって。うんうん あの言われる時があるんです。難しい。<laughs> でもね、私ね、えー、そういう時は何ていうかっていうと、えーえー、あのキャリコンのプロフェッショナルとして向いてませんと言います。えー、なるほど。はっきりと。はい。はい、えー。そしてじゃあどうやったらなあのキャリコンにはなりたい。えー、じゃどうやったらあのこう改善できますか。だったら意識の問題です、ねうーん。うん いいつもいつももですねあの、うん、私はキャリコンをやってる時にもう絶対フラットなんです、はい、何の色もつかない、はい、まあ色でいうと白、はい、そしてまあゼロの状態でその方に接するっていうことは、うん、もしかして仮面をかぶってる可能性もあるんですけど、はいはい、でもそれがプロなので、うん、あのそれはやってるんですね。だからそれが、うん 地のままでできないんだったら、うん、ある意味プロフェッショナルとしての仮面をかめるが、仮面をかぶる必要もあるよね。って話はします。はいはい、だから、私が例えばあの前の航空会社でものすごくお客様に怒られて、はい、で、あのお客様に怒られてもそのお客様のこと嫌いになったことがないんです。今まで1回もで例えば後輩が怒られて、えー、それで私が挨拶。あの挨拶というか、あのお詫びに行く時もその。 大体ですね、後輩ができる後輩とできない後輩の区別ってあって、大体、はい、できない後輩は <laughs> できないってただちょっとあれっていう後輩はあのお客様おかしいんですって言うんです。で、あのできる後輩は普通にその,、はい、あの事実関係だけを言うんです。だから、はい、謝りにお願いしますいてくださいって。はい、で、まあ話を聞くとですね、大体が おかしくないんです <laughs> ん。お客様のもあの言うことは最もなんです。ええええ、うん。最もなので、で理不尽なことをもし言ったとしてもそれがそのお客様が感じたことなんです。確か。そして、うん、えその雰囲気をその場をお金を出しているその場を、うん、悪くしたっていうことですよね。だからそれに対して私たちはやっぱり誠意を持って謝ま謝まなきゃいけない。ええ。うん。 あのなんかそれがずっとこう自分の中で培われているので、ええ、キャリコンという仕事も、うん、入ってきた瞬間に差別をしてはいけない区別をしてはいけない、はいうん、同じようにどうしたのって、うん、何があったのってここまで来るの大変だったよねってこの気持ちがすごく大切なのかなと思いますけどね。なるほどね本当ですよね。 なんかこうやっぱりそれがキャリコンを勉強したい人と勉強してない人の違いになってくるような気がしますよね。やっぱり人って、えー、あの自分の都合で、えー、あの人とこう関係性を結ぶので、えー、最初ってね、えーえー、でもキャリコンは、まあ、あの弁護士もそうかもしれませんけど、えー、あの選べないわけなので選べないわけなので、えー、それはもう普通の 日常生活とは違うよねって話です。だから、だいたいそういうふうに、こういう方には、ちょっと厳しいかもしれないんですけど。あの、あの、それはプロではありませんっていう話をします。多分、弁護士も一緒じゃないですか。そうですね。なんかですね、こう、私は、あの。例えば、同じメールが来たとしますよね。それは私に対するクレームだったり、はい、なんか、こう。嫌だなと思うるメールなんだけど、それは。 なんか自宅でくつろいでいる時に読むとすごいぐさっときて傷ついちゃうんですけど事務所で弁護士のこう仕事をしている時に読むと、はい、淡々と理理性的に処でできるんですよね <laughs> なんかそれがこうプロと、うん、まあプロじゃない時間との違いかなって私思っていて。 なんか先生の話もちょっとそれに通ずるところがあるかもしれないですよねいや絶対そうだと思います <laughs> 多分私は普通にお客様として、ええええ、多分乗ってたら、ええええ、あのちょっとこうえって思うかもしれません思うかもしれませんけどそれが仕事となったら、うん、それは思わない自分作りはしているなるほどねうんだと思いますうん、うん、だからプロフェッショナルってそういうことじゃないですかね本当にそうですね確かに、うん だからどんな仕事でも多分そうかもしれないし、うん、例えばお笑いの人だってっ家に帰ったらもしかして無口の方も、ねはい、いらっしゃる可能性だってあるわけだし、はいはい、でもこう画面に出たりした時にはものすごく面白いことを言ったりとかするわけなので、はい、それも一つのプロなのかなと思いますよね。そうででですよね、うん、本当に誰に誰対してでももどんな場合でも そのある程度一定以上の質を提供できるっていうのがなんんかかプロかもしれませよよねね、うん、そうですよ、ね、だからそのやっぱり確保を決めていくっていうことがものすごくこうキャリコンもそうですしあの弁護士のお仕事もそうですし他のあの仕事でも多分そうなのかなと思いますし、ええ、そのためにこう養成講座があ,のあるしうん、うん、それをやっぱり伝えていくのが あの私の仕事でもあるのかなとも思いましたけど伝わりましたか？もう本当にですね <laughs> その内容もしっかりですけども、はい、先生の生き方とかこう一言ひことことのお言葉とかがですねそれをまさに具現化しているような気がするので、はい、とても伝わりましたあ嬉しいです、うん、なんかね一生懸一生懸命ではないんですけどやっぱりこう人に伝えようとする こう態度が私の方からないと伝わらないし、えー、人って多分そうですよね。ただあの教科書を読んでって読んで教えるだけでは絶対伝わらないところもあるし、えー、やっぱりこうハートの触れ合いっていうのかな、そこって、うん、何にしても大切なことなのかなとは思いますよね。本当ですね。あの本当にあのぜひですね、あの大久保さんと。 同じ,同じようにこうキャリコン一生懸命 <laughs> 勉強していただいてですね <laughs>、えー、まあ私もそうですけどもまた一緒にねこれを見てるあの方もそうですけれどもまたあの一緒にこう成長まあしていけるようなこう時間を過ごせたらいいなとはあの思ってますけど。<laughs> 本当ですね。さっきおっしたようにキャリコンって勉強すると自分のことが本当によく分かるしうです、ね、だから何かこう自分の人生を豊かに生きていくために勉強するっていうのはすごくありな資格だなって思いましたね。はい、そうですよね。 あの本当にこうキャリコンってまだまだ普及してないまだまだ知られてないところはねあるんですけども、えー、これからですねやっぱり自分のキャリアは自分で作っていく、はいえー、これがものすごく大切なのでやっぱりこう人に依存しない、えーえー、そして自分が、えー、自分のこう幸せをつかんでいくっていうところで、はい、あのまだまだ。 あのこう自分の知らない自分も小倉さんのね、うん、おっしゃったように私もそうですけど、うん、え毎日毎日こう自分のあこういうところがあるんだなとか、まあ、それも学べる、うんえー、講座だとも思いますのでね,あのねぜひここを見てるあの皆さんも。 えー、こう参加してみて、えー、いただければいいかなというふうには思、はい、思っていいまますす私もそう本当にもうそろそろお時間に、ね、なりましたので、はい、あの今日本当に大牟田さんと、ね、<laughs> あのお会いしてこのお会いできると思ってなかったので <laughs>、はい、あのものすごくあの私もあのすごく嬉しかったですしちょっと寂しすぎてしまいましたけど <laughs> 大丈夫でしたか <laughs> もちろんんですなんかこう 今日のね、はい、時間が私にとって本当にまたかけがえのないものになったなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。あのまたぜひねあのキャリコンのことをもっともっと大久田さんのお口からも <laughs> そうですね普及していただければと思います。はいはいあの今日は本当にどうもありがとうございました。はい、楽しい時間でした。ありがとうございました。ありがとうございました。